ホールンティンバーズの戦いは、1794年8月20日に、アメリカ合衆国ジョージ・ワシントンによる、北西部領土侵略に対抗して、アメリカ合衆国に、インディアンが大同盟を組んで挑んだインディアン戦争。北西インディアン戦争の行方を決した戦いであり、戦いは、アメリカ合衆国軍の勝利に終わり、 この地域での戦闘は1811年のデカムセの戦争まで急戦となった。五大湖周辺のインディアン諸部族は最強のインディアン同盟である西部五大湖同盟を組織していた。彼らは同地の入植を図るアメリカ合衆国に1790年と1791年に勝利し、ジョージ・ワシントン大統領に警告を鳴らしていた。1792年、 ワシントンは、アメリカ独立戦争の古参士官マッド・アンソニー、ウェイン将軍を呼びつけ、新しい軍隊を作って指揮することを命じた。ワシントンは、インディアンは、狼と同種の、生贄の毛であるとして、インディアンの存在を植民の障害と捉え、徹底した集落の破壊と虐殺を進めていた。ウェインはインディアンに対する前の二つの遠征隊が、 訓練と規律が足りなかったために失敗したと信じ、活発な準備を始めた。ウェインには、新しい軍隊を鍛える時間がたっぷりあったので、1793年の夏は休戦交渉が行われた。アメリカは独立戦争の勝利の結果として、イギリスから奪ったオハイオ川より、北の領土の支配を確固たるものにすることを求めていた。すでにアメリカの開拓者は、 オハイオ領土に移住を始めていた。しかし、小児遺族のブルージャケットとデラウェア族の抜群が減らすは、合衆国軍に対する最近の勝利で行き上がり、また、イギリスの支援も期待して、1768年のスタンウィックストリデ条約で定められたオハイオ側の境界線を死守しようとした。インディアンは、合衆国にオハイオ側の北の領土を渡すことになる。 その後の条約を拒否していた。模倣家族の英雄ジョセフ・ブラントらが中心勢力となったインディアンの一派が妥協の交渉を試みていたが、ブルージャケットとその同盟者は合衆国が拒んだオハイオ川教会員以外の何者も受け入れなかった。インディアンの部族は抗議制民主主義社会であり、独認性の主張や指導者といったものは存在しない。また州長は調停者であって、 これも指導者ではない。ブルージャケットも、ジョセフ・ブラントも、敬意を集めた戦士であって、軍事指導者ではない。ウェインの新しい合衆国軍は1793年に、オハイオのワシントン砦から北に出発し、行軍中に、砦の防御船を築いていった。ウェインの軍隊は、約3000名以上おり、直闘族や地下層族を石膏として連れていた。ブルージャケットの属するバンドは、 今日のオハイオ州、モーミー市にあり、トレド市からもそう遠くないところにあるモーミー川で防衛的な布陣を敷いた。そこには竜巻あるいは暴風で猫草に倒された多くの樹木があり、防壁となった。近くにあるイギリス軍のマイアミトリデからは食料の供給を受けることができた。インディアン同盟軍は総勢約1500名であり、ブルージャケットの小人族、 バッコンガヘラスのデラウェア族、リトルタートルのマイアミ族、ワイアンドット族、オジブワ族、オタワ族、ポタワトミ族、ミンゴ族、およびいくらかのカナダ民兵が加わっていた。1794年8月20日に始まった戦闘、そのものは長く続かなかった。インディアン同盟は数的に劣っていたばかりではなく、合衆国の騎兵隊に側面を突かれてしまった。インディアンはすぐに撤退し、 マイアミトリデにとって返したが、その門は閉じられていた。イギリス守備隊の指揮官は、アメリカとの戦争を始めても良いとは言われて、いなかったので、撤退してきたインディアンの隠れ家になることを拒んだので、ある。米軍は、インディアン集落と工作地の大半を破壊し、撤退した。ウェインの部隊は33名が戦死し、100名が負傷した。 勝った米軍は30ないし40名の敵の死体が戦場に残されていたと報告した。イギリスのインディアン部局のアレクサンダー・マッキーによれば、インディアン同盟の損失は19名ということであった。マッキーの数字には、インディアン側で戦ったアレクサンダー・マキロップ指揮下のカナダ人志願兵の損失が含まれているかどうか明らかでない。 インディアン同盟の敗北に続いて1795年にグリーンビル条約が締結され、今日のオハイオ州の大部分がアメリカ領となり、1803年に州として昇格する道筋ができた。ホールンティンバーズに参加したインディアンの中には、このグリーンビル条約に署名しなかったテカムセという小人族の若き選手がいた。彼は後年、新たに、 インディアンの抵抗を始めることになった。ギャフ、ベイアナッツインザウィルダネス、ギブスザクレームオブ30から40ボーディーズ、ファウンドアズウェルアズマッキー、エスフィギュアオブ19キルド、ありがとうございます。